三陸鉄道を走る列車の中からお伝えしています。今日は青空も見えていい天気です。でまずご覧いただきたいのが復興のシンボルともなった三陸鉄道沿線からの絶景です。リアス式海岸を縫うようにして走る北リアス線は沿線の半分以上がトンネルを通るんですが、その合間に見える風景が人気なんです。まずトンネルを抜けて見えてきたのは雄大な太平洋を眼下に望める大沢橋梁です。ここに差し掛かると列車は橋の真ん中で一時停止して観光客の目を楽しませてくれます。赤い橋梁と小さな漁港は震災前の姿を今もとどめています。列車はその先にある堀内駅に到着しました。漁港が見下ろせるこの駅は人気ドラマのロケ地としても注目され、今でも多くの観光客が訪れます。さらに絶景スポットは続きます。車窓いっぱいに太平洋が広がる赤川橋梁です。これ太平洋に流れ込む川も見どころの一つで、とっても綺麗で澄んでいるので、実は秋になるとこの車両から鮭の遡上が見られるほどなんです。そして現在列車は赤川橋梁の先にあります野田玉川駅と陸中野田駅のちょうど中間に位置する場所、海岸沿いを走っています。車窓にはこれまでの景色とは対照的なコンクリートの壁が続いています。そして建設用の土砂も見えます。これは現在建設が進められている防潮堤なんです。5年前の今日、防潮堤の大半を破壊した津波は海沿いを走る三陸鉄道の線路も押し流しました。立ち並んでいた防潮林は今では数本を残すのみとなっています。現在沿岸には総延長2600メートル余りに及ぶ防潮堤を建設中で、高さはこの車両の4倍近い14メートルと震災前に比べて最大4メートルほど高くなります。ずっとコンクリートの壁が続いているんですが、この区間で唯一海を望める場所があります。あちらなんですが、皮肉にも建設途中だから見えるんですね。今月末までに防潮堤は完成する予定だったんですが、地盤の緩さなどから3年後まで工事は延期されました。そんな中、被災地の若い世代は着実に前に進んでいます。この三陸鉄道を通学で利用していた高校3年生が今月卒業式を迎えました。この後列車は久慈駅に向かうんですが、そこでは震災で辛い経験をした卒業生を温かく送り出そうと応援メッセージを掲げたボードが飾ってあります。